実はキャプテンの前山選手にね、インタビューをしようと思ったんですけれども、ちょっとね今ね向こうで取り込み中なんで、代わりにあの前山選手とよく似ていると言われる新井選手がね、いましたので、ぜひ新井選手にインタビューしたいなと思うんですけど、新井選手いいですか、そういう役なんですけれども、新井選手、新井選手といえばね、去年ね突撃インタビューで寮の部屋にもね突撃させてもらって、いろいろとね、いろんな発見があったんですけど、どうですか新井選手、今年も始まりますよ、今の状態。そうですね、調整が難しいですけど、そうですね、はい、なんとか頑張っていきたいと思います。しっかりしたこと言ってる。はい、新井選手も今年は、何年目ですか。3年目です。3年目、はい、はい、自分のプレーだけじゃなしにチームをまとめる立場にもなってると思います。今年のチーム新井選手から見てどうでしょうか。まあ、明るいはもちろんなんですけど、まあ、若手が多いんで、まあ、それに、まあ、引っ張られてベテランも頑張っていくんで、まあ、いいバランスでやってると思います。いや、なんか結構周りが笑ってますね、新井選手。そういうキャラクターですか。そうみたいです、はい、ね、でもいいですね、チームの雰囲気がいいから、ね、そうですね、はい、はい、そしたら、まあ、さっきね調整が難しいと言われました。開幕ちょっとどんなかわからん状況ですけれども、たくさんのファンがね、マンダリンバイス選手たちのプレーを待ってます。はい、その選手に新井選手から、その選手じゃない、そのファンの方にですね、新井選手からメッセージ、はい、ズバッと決めてもらっていいですか。構えたぞ。コロナに勝って四国を制す、そして日本を制す、勝つぞー。まあこんな感じですね。コロナに勝って四国を制すコロナに勝って四国を制す、そして日本を制す